やめろ、妹に手出しをするな。聞きましたか、様子を見に行きましょう。大丈夫ですか？リッセ、アザミ、何事だ？夕霧、それにあんたたちは。超人地からの帰りに急にあいつらが現れて襲ってきたんだ。俺にも何が何だか。気はないよね。ここは私も助太刀しますよ。彼らの安全が最優先ですから。
しのげましたね。もう大丈夫、怖くはありませんよ。さあ、お家に帰りなさい。するよ。よかったら名前村まで寄ってくれ。あんたたちならいつでも歓迎だから。それじゃあ。二人が無事でよかった。そうね。でも紅玉会を根城にする黄人族が川を遡ってヤンセまで来るなんて、一体なぜ？甲羅の色からすれば、彼らは姉の夜露の政策の下で帝国に雇われた者たちでしょう。ドマ陥落を受けて帝国という後ろ盾を失った彼らが安易な稼ぎを求めて雇…随分と人事のように話すのだな。あまりいじめないでください。今起きている事象を俯瞰して広い視野で見なければ改革などできるものではないと考えているだけです。帝国からやってきた私を信じられないという気持ちもわかります。でも改革を求める心に嘘偽りはありません。あなた方は戦いにより外から帝国を変えようとした。そしてある面でそれは成功しましたが、自由を永続させるには内からの変革も必要。あなたならそう言ってくれると思っていました。数多くの変革を実現してきたあなたなら